はい、皆さん、こんにちは。スノとかユーディオの音楽生成 AI、楽しんでいますか今日のお話は AI 音楽だけじゃなくて、普通に DTM とかで音楽を作っている人にも有効なお話です。ぜひ、最後まで聞いていってください。ミュージックビデオを作ることが皆さんも多くなってきたと思うんですけれども、歌詞の字幕を作るというのは、 なかなか時間のかかる仕事じゃないでしょうか。先日からもとっても人気の僕の開発しました SRT コンバータ。ーこれを使えばかなり便利にできるということで僕も自慢のソフトの一つでしたので先日からも今画面の中央右にある動画貸し入れ超時短というような動画や もう一本同じようにそれのブリュー編というのがはい、ここにありますけれどもこのようにして僕の SRT コンバーターをご紹介してきましたでももっともっと簡単にとかもっと違う方法でなんとかできないかなということを考えていましてそこでチャット GPT とブリューを組み合わせて歌詞の字幕をうまく作れないか こんなふうに考えたわけです僕が先ほど言いましたライコス s s r t コンバーターというのを約1年ぐらい前に作った理由というのはですね僕が今こうやってトークしてるような音声は音声認識というのが素晴らしくなってほとんど文字を間違えないでいわゆる文字起こしっていうやつですねそれができるようになりました。 ブリューだけじゃなくてかなりたくさんのソフトに文字起こし機能というのがどんどんついてきました。これはやはり AI が進んだからでしてとっても進化してきたんですけれども一つ問題があります。それは音楽の歌詞というのはですね、おけが一緒になっていてですね、歌詞というのが把握しにくい。これが一点目です。そして もう一つ問題があります。今僕が喋っているような言葉は、喋っているというように、ちゃんと日本語として伝わるわけですけれども、音楽の中で、喋ってるという歌詞がもしあったとしたときに、歌として歌っているわけですから、しゃべってるなんて、そんなメロディーに合わせた歌い方をしているわけです。 そうなってくると AI はシャーっと長く言ってるのはこれが喋ってるの先頭だということがなかなかわかりにくいわけですね。理解できますよね。僕が SRT コンバーターを作った理由もそれが理由だったわけです。でもこんだけチャット GPT とかが流行ってきて僕も GPT 図をいっぱい作ってきたのでもっと 便利にならならいいかととうことを考えました、まあどちらが早いかはちょっと皆さんも好きな方をやってもらってあ SRT コンバーター方が便利だとか今日お話しする新しいやり方が便利だとかそれはご自分で判断してみてくださいでも SRT コンバーターよりもいいのはこの SRT コンバーターってマウス操作で 押して、話して、押して、話してというような、ちょっと器用さが必要なんですね。でも、そんな器用さは全く必要ない。それが今日のやり方です。前置きがとっても長くなりましたが、さあ、やっていきましょう。先ほども言いましたように、必ず AI 作曲じゃなくても、どんな音楽でもいいです。s の AI の場合とかでしたら、この、勝利のエースという、 この楽曲の場合3点メニューからダウンロードというので MP3 もしくは WAV でダウンロードができます。WAV は課金ユーダーさんだけだったかな。どちらになっても音楽をダウンロードすることはできます。そこで精度を上げるために考えること。これは今考えたんじゃなくてもう前からそれがうまくできないかなと思っていたんです。それは 歌詞と桶、OK、を分離するということです。歌詞と桶、OK、を分離するのはどうしたらいいか。これ前にもこれも解説はしてますが、今日は簡単にだけお話をします。それは UVR5 という精度が高くって、そしてなおかつ無料。この黒い画面、これが UVR5 です。このセレクトインプットというところに今ダウンロードしたファイル、 それをここにドラッグドロップします。ちょっとやってみましょう。はい。このバレー長いというの、これ先ほどダウンロードしたファイルを1番だけにしました。今日の解説用に短くしただけです。意図はありません。これをセレクトインプット、ここに引っ張ってきて離します。今度はセレクトアウトプットということですので、同じこのファイルのところに書き出しをします。 はい。このように同じホルダー、スノバンドのバレーというホルダーにこれを書き出ししますので、ホルダーの選択というのをします。そうしまして、通常は、ここ、今僕チェック入ってるんですけれども、このチェックなしに、スタートプロセッシングという、このボタンを押すと、オ、OK、ケとボーカルという風に分離してくれるんです。でも、今回は、 ボーカルだけでいいので、僕はボーカルだけにチェックを入れます。でも皆さんどちらをやっていただいてもいいです。これでスタートプロセッシングを押します。しばらく時間がかかります。3、4分のファイルでしたら約1分ちょいぐらいでしょうか。それぐらい時間がかかります。画面の下の方にプログレスバーが伸びていって、 今は3分の1ぐらいのところになってますよね。もう少しすると完了します。ちょっとお待ちください。はい。3分の2超えました。はい。画面の下の方にプロセスコンプリートという風になります。これで成功したということです。じゃあ UVR5 は終了してください。そうしますとエクスプローラーに1バレー長いカッコ ボーカルワブという風になりました。これがボーカルだけのファイルです。ちょっとだけ聞いてみましょう。高中に響く歓声の中で君はエースとして立つ力強く振り下ろすせに勝利の光が宿るチームを導くその背中にみんなが信じてついてくその瞬間に全てをかけて 君は,戦うはいこのようにちゃんと分離ができましたでもちゃんとと言ってもですね音楽の上級者の人からしたらちょっとなんかお毛がまだってるかなっていうような感じですけれどもこれは今回の場合はあまり影響がありませんまあこれぐらい分離できたらいいとしましょうそうしましたらこのファイルを次重要ですブルユーに 読み込みます。ブリューというソフトご存知でしょうか無料ですから皆さん使ってみてください。はい。これがブリューの画面です。今画面には前に編集したファイルがこのように出てきたりしますけれども、これは皆さんの場合、最初の方はない場合もあります。そうしまして、先ほどボーカルだけにしたこのファイルをブリューにドラッグドロップします。そうすると、 こんな風な画面が出てきますので、ここで話してください。すると、こういう画面になります。新しいプロジェクトを作成しましょう。その時に、音声分析をするということで、歌詞を読み込んでもらいます。ただし、ここが問題です。一番重要なところです。先ほども解説しましたように、ボーカルというのは、普通の話し言葉とスピードが違います。 早口のところもあるし、あーっと伸ばすようなところもあったりします。だから、この音声分析は70点、60点、50点、そういうようなものかもわかりません。でもいいんです。これで確認というボタンを押しましょう。そしたら、このように音声を分析して抽出してくれています。しばらく待ちましょう。はい。 1> 今、1分ほどのもので30秒ぐらいでした。これ、もし3、4分の曲の場合は1分ぐらいで認識できると思います。そうしますと歌詞があるんですが、ここで一番最初の話だけをしておきましょう。この歌詞は、高らかに響くというフレーズから始まります。でも、こちらを見ましょう。なかなかに響く感性の中でというような こんな風になっています。感性という字も感激の声というようなこういう歌詞のはずがですね、何かを感じるというような感性というような文字になってしまっています。これは歌詞じゃなくってもブリューが音声認識するときに間違う言葉っていっぱいありますよね。これを今までは皆さん修正をしたりしていたわけです。でもその修正はいりません。 霧がちょうどいいところじゃなかったり、長すぎる場合、例えばこういうところ、力強く振り下ろすぜというような、こういうフレーズがあったとします。そうしましたときに、この上側の力強くのところで開業をすると、2つのクリップに分かれてくれたりします。他のところもないか、ここだけはチェックをしておくと、とってもいいかもわかりません。 これも勝利のエースっていうのが勝利の S になっていますこれも上側のところでエンターを押しますそしてその手でつかむ輝くこれも間違ってるんですけれどもこれもここで開業をしておきましょう100%でなくってもいいですけれどもこのように分割を考えてみてくださいこのように簡単な整理だけをしてください 誤字脱字、全然大丈夫です。ですから、このようにしましたら、上側にありますエクスポートメニュー。ここから字幕ファイルを書き出しします。はい。基本字幕にチェックが入っています。そしてエクスポート。これを押します。すると、どこにしますかというのが出てきますので、また先ほどのバレーというところに、 srt ファイルを保存しましょう。そうしまして、ホルダーを開きます。ここに、バレエ長い srt こういうファイルができています。ここからが今日の一番の本題です。僕が開発しました GPT 図。これをご紹介します。ちょっと僕はマルチモニターですので、上の方に上げておきます。これが今日僕が開発しました 歌詞字幕コンペアというような GPT 図です。コンペア作業開始というスターターがありますので、これを押してください。この GPT 図は無料で使っていただきますので、概要欄のところから皆さんご利用してください。そうしましたら、ブリューで書き出した未完成の字幕ファイル、これをアップロードしてください。ということでしたから、今出しましたこの SRT ファイルを ドラッグドロップします。こうして送信してください。次に歌詞のテキストファイルをアップロードするか、プロンプトのところに歌詞を貼り付けてくださいと言ってきています。歌詞のファイルを見てみましょう。ここに一番の歌詞のみというのがあります。一応中を確認していただきましょう。そうしまして、この一番のみの歌詞を このようにドラッグドロップします。はい。そうして送信してください。 こちらから完成した字幕ファイルをダウンロードしてください。このようになりますが、皆さん中身気になりますよね。この機能には作ってないんですが、こういう応用もできます。最終の SRT テキストも表示して、そんな風に言ってみます。この確認をする必要はないんですが、 誤字、脱字のところを正しい歌詞、それと照らし合わせて、コンペアして、そして歌詞を置き換えてくれる。そんな便利なことができる紙、紙、紙ソフトです。まあ自分で言うなということですから、もう少し小さな声にしておきます。はい。紙ソフトです。じゃあ、これでダウンロードをしましょう。まあ、どこの場所でもいいんですけれども、同じところにしておきましょうか。 ファイル名のお尻に完成という風につくようにプログラムしていますので覚えておいてください。そうしましたらもう一度ブリューに戻ります。そしてここに読み込むというよりももう一度だけ音楽ファイル。これを最初からブリューにドラッグドロップしてください。バレー長いというやつです。今度はボーカルだけじゃなくってオケも入った 完成曲をここにドラッグします。新しいプロジェクトを作ります。今度はもう音声分析はいらないです。こことっても重要ですから絶対に間違わないようにしてくださいね。そうしまして確認というのをします。今のものは保存しなくていいです。これでまずは音楽が読み込めました。ここに 先ほど GPT が直してくれた字幕を読み込みます。上の字幕メニューを押しまして、字幕ファイルを読み込む。このようにします。ファイルを添付します。バレエの中で、バレエ長いボーカルの完成の SRT。この完成ってついてるのをよく確認してくださいね。そして開くとします。インポートしてください。 はい。そうすると、ここに字幕が入るわけです。そして、ここからは今、真っ黒で動画になっていません。もし、ブリューで最終編集をしたくない、例えば、プレミアプロで編集は最後やってるんだという方は、そちらにこの SRT ファイルを読み込んでいただいても大丈夫です。どのソフトで仕上げをしても大丈夫ですが、ブリューでするの案外便利です。 それではですね、ここに以前にやりましたバレーボール用のいっぱい画像があるんですね、このように。それを貼り付けたりする方法は GPT の画像、正確に言えば Darly 3で作られた画像をコピーします。そうしまして、ブリューの方に行きます。どこまで使うかというのを選択して、今回は1個だけにしましょう。 そして Ctrl V。そうするとこのように貼り込みができます。画面をカットして埋める。これをすると全体に画像が入ります。今度はここと、ここと、ここ3つのところに同じ画像を入れるとします。もう一度こっちに戻ってこの画像をコピーします。またブリューに戻ってここで Ctrl V。はい。 そうしまして大きくします。すると、この3つのところに入るわけです。先ほど言いませんでしたが、なかなかとかなってたのが、高らか,かに響く完成の中で、はい、ちゃんとしたものになります。当たり前ですよね。ちゃんとしたものを入れてあるわけですから、このように入っているわけです。今度はタイミングがいいかというのを確認しましょう。SRT ファイルというのは、 番号があって、その後にスタートタイム、エンドタイム、そして歌詞、そして一行のスペース。これがあって、また次のブロックに行くという風になっています。本当にタイミングよく出てくるか確認してみましょう。 あれ村長バッチリ行くって言ったのに行かなかった。そうですね。イントロの部分だけは長さが把握できないので、ここだけですね。今、ここから始まったんです。はい。歌詞のないところがあるからです。ここでエンターを押してください。そうしますと、ここのクリップが分かれます。これで大丈夫です。もう一度最初から。 完成の中で君はエースとして立つ力強く振り下ろす手に勝利の光が宿るチームを導くその背中に皆が信じてついてくその瞬間に全てをかけて君は戦うこんなふうにバッチリの位置に入ってくる一度皆さん使ってくださいもし バグなどを発見したりしたときは、またコメントなどを入れてください。では、今日もご視聴ありがとうございました。新しい g p t 図これをご紹介しました。またね。